こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。質問の一つ目、 NGC 鑑定の銅貨を購入、10年おきにリホルダーが必要、 PCGS はそういう記載はなさそう、経年変化なら銀貨も同様と思うが、 NGC と PCGS で経年変化違いなのか、封入ガス等のスラブの違いなのかっていうのが一つ目で、二つ目が、オーストラリアのソブリン金貨全般、オーストラリアのコイン全般についての投資価値将来の値上がりについてと。で、三つ目が、外国で200万円の金貨を買って日本に持ち込む際には税金がかかりますかということで、三つのご質問です。今日は珍しくですね、アンティークコインの質問だけ三つということです。で、一つ目なんですが、これ NGC の銅貨、NGC 鑑定の銅貨を何かで購入された人が10年おきにリホルダーっていうのは、ホルダーを変えるってことですね。スラブケースを変えるということなんですが、PCGS にないのではないかということが質問です。で、銀貨も同様と思うっていうことと、NGC と PCGS はその考え方が違うのかどうかと。で、封入ガス等の違いなのかっていうのが書いてあるんですが、これももう今回の動画何言ってるか全然わかんない人もいっぱいいると思うんですが、このスラブケースっていうのはガスが充填されてないです。もうダダ漏れです。で、こうスプレーの強力なやつでコインを挟むときにホコリを飛ばすんですが、別にガスは入っていないので普通に空気にさらされた状態というのがスラブケースです。で、NGC と PCGS のこの違いなんですけど、これ一応サイトで検索してみました。で、ちょっと今読むんで、 NGC は銅製銅真鍮製の貨幣または銅メッキされた貨幣は経時的に、要は時間が経つごとに変化することがありますと。で、したがって封入日から10年を経過すると本保証の等級部分は適用されなくなりますと。で、この等級部分っていうのが70とか69とか68とかのグレードの数字なので、銅貨、あと青銅、あと真鍮の貨幣、もしくは銅メッキされた貨幣っていうのは今言ってね、10年経つとグレードがもう保証されないよと。なのでリホルダーするときに等級が変わってしまう、グレードが変わってしまう可能性があるという感じで、もう一個 PCGS。PCGS は、銅貨の色と表面は天候や不適切な保管などの環境要因によって変化することがあるため、PCGS は PCGS によるグレーディングとカプセル化の後の銅貨の色の変化や銅の反転に対して保証するものではありませんと。で、ここもグレーディングって出てきたので数値が変わると、銅貨は入れた後に数値が変わる可能性があるということが書いてます。なので、基本的にはスラブ交換に至った時にグレードが変わる可能性があると見ておいた方がいいかなと。で、 NGC だったら10年以内に出せばもしかしたら同じ等級が担保されるかもしれないんですが、ここも正直な話微妙だと思うので何とも言えないというのが私の返事です。で、この辺の話は必ず PCGS とか NGC に直接問い合わせするのがベストです。ただ返事が返ってきません、忙しすぎて。なので代理店さん、鑑定代行業者さんに聞いてもらうっていうことをやるしかないかなと。まあ個人が聞いても返事来ないんですけど、鑑定代行業者さんはそれこそ、月に何千何万とか送ってるところあるんで、そこから聞いてもらうっていうのがいいと思います。なのでまあスラブケースの交換時以外は関係ないかなという感じです。で、ちょっと余談というか、どうかはどうかとすみません、ちょっとこれはギャグです。どうかは投資に対してどうなんですかっていう話があるんですが、私の方では一応ゴールドコインっていうサイトを持ってるのと、自分の主義主張が金貨を買いましょうと、ヨーロッパの金貨を買いましょうと、グレーディングされてる金貨を買いましょうと、できればグレードは AU50 以上買いましょうと、で王様肖像があるとなおいいねっていうのが私の主張なので、どうかを買うということは一切私は推奨していないので、石山さんどうかのことどう思いますかって言われたら、あ、推奨していませんっていうのが僕の返事です。なので、ここに対して自分がどうかを持ってるわけじゃないんですよ。ただしその人が買うのは勝手なんですが、私の意見聞かれても私はやりませんっていう返事になっています。で、後の質問と被るので、ちょっともう一個の質問はもう一回話をします。で、銀貨の話は、銀貨っていうのは
錆びるんですけど、基本的には銅とは違うので、ここの範疇に入っていないという感じです。まあ、基本的にはなんか硫化物みたいなものが酸化するんで、銀自体は酸化してないっていうことが書かれてあります。この鑑定会社に書かれてるわけではないです。で、質問の2つ目、オーストラリアのソブリン金貨全般、オーストラリアコイン全般についての投資価値、将来の値上がりについてということなんで、これがさっき貯めといた話ですね。すべてのコインたちは全部人気投票です。人気投票なので、ウナラインはみんなが知ってて値上がりするから人気が高いと、肖像も綺麗ということで人気投票なので、どうかだろうが、銀貨だろうが金貨だろうが、オーストラリアのコインだろうが、すべて人気投票なので、そのコインが人気があるかがすべてです。で、人気があるコインは私がさっき述べたとこですね、ヨーロッパのっていう、ここ繰り返しませんけど、なのでオーストラリアのが、人気があるものもあるし人気がないものもあると思うのと、あとこのソブリン金貨でゴロゴロしているもの、枚数が多いもの、一つのグレードに何百枚とかってあるものはもう値上がりしないです。で、値上がりしないのは金の地金の価値は値上がりするけど、コインとしての値上がりはほぼしないと思っておいた方がいいというのがお答えです。なので、まあ強いて行くならば、もう過去歴、ヘリテージオークションなどでこのソブリン、オーストラリアのこのソブリン、何年のこのソブリンは値上がりしてるかどうかっていうのは見れるので、そこを見ていくのがいいというふうに思います。質問の3つ目、外国で200万円の金貨を買って日本に持ち込む際には税金かかりますかということで、これかかります。で、これ必ず申告しましょうと、税関に申告すると。で、税関に申告すると、これが商売商用ではないとき、個人の消費税換算なので、おそらく 60% の消費税を払ってくださいというふうに言われると思います。なので12万円だと思うので、まあこれも税関さんが、いや、あなたプロだよねと思ったら 100% かけてくる場合があるので、そこはその時にそうではないというふうに言い切れなきゃいけないという感じです。なので、まあ税金は必ずかかります。私がオークションで買っても全てのコインに消費税がかかります。日本に通関するとき、税関通すときに消費税かかります。で、私の場合商用なので 100%、 200万円のものを買えば20万円消費税払ってます。なので、ここは3番目のところは必ず税金払いましょうと。税金払わないと後で痛い目に遭うので、そのようなことをしていった方がいいと思います。で、そろそろまとめですね。今日そのまずどうかの話、どうか NGC も PCGS も多分スタンスは変わらないです。で、ガスは注入されていません。で、銀貨も同様と思うがという話なんですが、銀貨はここに書かれていないので、等級が変わるということは、まあ、おそらくないであろうというふうに思います。まあ、もちろんモダン銀貨とかだとどんどん錆びてきたりするので、再鑑定しない限りグレード担保なんですね。ここ大事なんで、もう一回言うと、再鑑定してくれって言うともう一回グレード測られちゃうんですけど、リーホルダー、ホルダーを新しくするっていうのは単純にコイン出してはめてラベルつけるだけなので、グレーディングには変わらないと。で、ただ銅貨については変わるということが書いてあるので、ここ注意しましょうという感じです。で、2番目は今言ったように、オーストラリアのソブリンは、まあ、基本的には地金です。で、これ、イギリスのソブリンたちも、特にレア粘土でなければ、ビクトリア肖像だろうが何だろうが、地金のコインっていうのはいっぱいあります。要はグレードが低いというか枚数多いとかっていうことです。なので、ここはそれぞれの粘土とかでチェックするのがいいというふうに思います。で、3つ目は税金かかるので、個人だったら 60% かかるというふうにもうあらかじめ思ってですね、海外のものを日本に持ち込むということをするといいかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひ、ね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄、このようにご質問いただけると動画作れますので、ぜひコメント欄にご質問いただければと思います。あとチャンネル登録のボタンですね、こちら赤い字で右下に書いてありますので、これ押すとチャンネル登録できるようになっています。まあ、基本的にはアンティークコインの話、投資の話、経済の話、支配者論から陰謀論から心理の話までやってますので、ぜひ登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が週1回発行している LINE に登録することができます。動画が1本ついてまして、動画見た人にですね、今だと水曜日と日曜日に、Zoom オンラインで30分間個別相談というのをやってます。基本的にはアンティークコインって
資産を増やすにはどうしたらいいかとか、守るにはどうしたらいいかという個別相談を受けてますので、興味ある人はそちらの方にお申し込みをしてください。もし埋まっている場合でも、後でアジャストして、予約取れるようになっているので、ぜひその時はコメントですね、メッセージいただければというふうに思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。